週明けに向けて冬支度は行っていますか？強い寒気が南下してきますので雪風のピーク表を見ていきましょう。赤色が暴風警戒、黄色が強風注意、雪のアイコンが強雪となっております。このように北日本や関東北部、北陸、山陰、近畿の北部のエリアでは雪や風が強まる恐れがありそうです。こういったエリアでは冬タイヤの準備皆さんされているでしょうか？続いてタイヤの交換、空ミッションチェック、こちらの結果を見ていきましょう。このように北日本の方は割と青色の交換したという方が多いんですけれども、山陰などまだ赤色の交換していないという方も多いことが目立ちます。ということで早めのうちに冬タイヤ交換を行うようにしてください。またその他にもですね、低温による影響がありまして、水道管の凍結であったり、破裂という恐れがあります。対策としては水道管の水を抜いておく、そして水道を少し開けておく、さらには飲料水、生活用水の確保をしておくことなどが挙げられます。週明けは強い寒気がやってきますので早めのうちに対策を行うようにしてください。